これは雅子さんという女性が小学校4年生の時に体験したお話です。雅子さんの同級生で高代ちゃんという方がいらっしゃるらしいんですが、その高代ちゃんのお姉さんは中学生で首に腫瘍ができるとかいう小学校4年生にはよくわからない難しい病気で入退院を繰り返していたそうです。家に遊びに行くとたまにお姉さんもいてこんにちはくらいは話したことがあったそうなんですが、髪が長くていつもなんだか顔色が悪く、喉の少し下がぼっこりと膨らんでいたのを覚えているそうです。そのうち高代ちゃんがクラスでいじめられるというか特別視されて孤立していくようになったそうです。二人組を作るとあぶれてしまうみたいな。そして悪い噂で高代ちゃんもそのうちお姉さんみたいに首に気持ち悪いコブができてくるらしいよとか、高代ちゃんのお父さんもお母さんも首に気持ち悪いコブがあるらしいよとか、気持ち悪いよねやら、高代ちゃんと仲の良かった雅子さんはお母さんにも会ったことがあったし、そんなことがないのは知っていたんですが、お姉さんの様子は確かに小学校4年生の雅子さんにはちょっと怖くて気味の悪い感じだったので、周りに合わせて少し高代ちゃんから引いていたそうです。ある日高代ちゃんから新しいゲームを買ったからうちに来ないと誘われたそうなんです。高代ちゃんと遊ぶのは久しぶりで、お姉さんのこととかクラスの子に見られたらどうしようかなとかいろいろ考えてためらっていたらしいんですが、別に高代ちゃんのことが嫌いなわけでもないので行くことにしたそうなんです。高代ちゃんと新しいゲームをしておやつを食べて楽しく遊んでいたそうです。そしてトイレに行きたくなり、高代ちゃんお手洗い貸してねと言ってトイレに行ったそうなんです。高代ちゃんの部屋は2階にあり、トイレは1階の玄関前。何度か借りたことがあったから知っていたそうなんですけどもね。用を足して高代ちゃんの部屋に戻ろうとした時、玄関の前にお姉さんがいたそうです。あ、こんにちは。お姉さんはいつものように少し顔色が悪く、けどいつも通りにこんにちはと返してくれたそうです。すると珍しく雅子さんの名前を呼んだそうです。雅子ちゃん、はいと答えると、高代といつも遊んでくれてありがとうね、高代は大事な妹だから、あ、はい、なんてそんな会話をして部屋に戻ったそうなんです。戻ると高代ちゃんがゲームですごい点数を出していて、お姉さんのことなどすっかり忘れてゲームに夢中になっていたそうです。門限まで遊んで家に帰り、夕飯を食べ寝る支度をしていた時、家の電話が鳴り、お母さんが出た。あら、こんばんは。今日は雅子がお邪魔したそうで。どうやら高代ちゃんのお母さんだし。え？母の声で何かがあったことが伺えた。そうですか。ご愁傷様でございます。その時雅子さん思った。あれ？ご愁傷様？誰かが亡くなった時に使う言葉だよな。あ、そっか。お姉さん病気だったから亡くなってしまったんだな。なんて適当に想像してお母さんを見てみたそうですよ。そして電話を切ってお母さんが教えてくれたそうなんです。雅子、よく聞いてね。あのね、高代ちゃんが亡くなったって。さっき事故で病院に運ばれたけど間に合わなかったんだって。そういうらしいんですよね。え、嘘だって今日遊んだよ。なんで事故に遭うのよ。と聞くと、お母さん曰く、高代ちゃんのお姉さんの具合が悪くて、高代ちゃんのお母さんは一日病院で付き添っていたそうなんです。後から聞いた情報なんですけどもね、お父さんは仕事で遅くなるし、お母さんはお姉さんに付き添わなくてはならず、お母さんは高代ちゃんに電話をして夕飯はコンビニに買い物に行くように話していたそうなんです。高代ちゃんは一人で待つ寂しさからか、今日雅子ちゃんと遊んだことをすごく楽しかったんだよとお母さんに何度も言っていたそうなんです。電話を切ってお母さんに言われた通り、自転車でコンビニに行く途中事故に遭ったそうなんです。救急車でお姉さんの入院しているお母さんのいる病院に運ばれたけど、もう救急車の中で息がなかったとか。ショックで雅子さんもお母さんも号泣してしまったそうです。さっきまで楽しく遊んでいた高代ちゃん、もう死んじゃったなんて
と考えると、その晩はうとうとはするものの眠れないままでいたそうです。今日高代ちゃんと遊んだ時に話したこととか、一緒に食べたおやつのこととか、いろいろ思っているとふと気がついたそうです。あれ、お姉さん入院していた。お姉さん確か家にいたよな。話したよな。ひょっとしてあの後具合が悪くなったのかななんていろいろ考えてみた。するとなんだか怖くて寒気がしてきて、一晩眠れず結局翌朝熱を出して学校を休んだそうです。高代ちゃんのお通夜はその次の日の夕方だったそうなんですけどもね。雅子さんは熱も下がり、お母さんとお通夜に参列した。涙が止まらなかった。学校で高代ちゃんの陰口を言っていた子も先生もみんな泣いていたそうです。高代ちゃんのお母さんは泣きながらも雅子さんを見つけるとそばまで来て、まさこちゃんありがとうね、高代ね、すごく楽しかったって電話で言ってたのよ、最後に楽しい思い出をくれてありがとうね。その次の日、高代ちゃんはお骨になってしまった。一週間くらいしてまた高代ちゃんのお母さんから電話があったそうなんですよね。今度はお姉さんが息を引き取ったと。お母さんと高代ちゃんのお姉さんの葬儀に参列した。うちのお母さんも立て続けに娘を二人失った高代ちゃんのお母さんを思い、できる限り手伝おうと葬儀の受付とかを手伝っていた。その後しばらく経って高代ちゃんのお母さんからまた電話があった。離婚をして実家に帰るため家を処分するんだとか、その前にお世話になったうちのお母さんと私に挨拶をしたいと。高代ちゃんの家に行くと玄関やリビングはもうすっかり片付いている。高代ちゃんのお母さんといろいろ話したそうなんです。どうやらお姉さんは高代ちゃんが事故に遭う数日前から入院をしていて、もう長くはないと医者に言われていたんだとか。高代ちゃんのお母さん曰く、もしかして一人で行くのが嫌だったひろみが高代を先に行かしたのかしらと聞いた途端ゾッとした。そういえばあの日この家で入院していたはずのお姉さんに会ってるんですよ。大事な妹だからって言っていたんですよね。あれは何だったんだろうなぁなんて思っていると、高代ちゃんのお母さんはもういらないからとあの日遊んだ新しいゲームとその他のソフトをもらってくれないかと言ってきたそうなんですよね。そして雅子さんのお母さんももらってあげたら供養になるからもらいなさいと言われるがままもらうことになったそうです。家に帰りゲームソフトを眺めていた。四角いプラスチックのカゴに入った8本のゲームソフト。高代ちゃんと遊んだ新しいゲームソフトもあった。遊んだことのないやつも2つあった。どんなゲームなんだろうなぁと後ろを見たりして開けてみる。すると4つに折りたたんだ紙が出てきた。広げてみるとそこにはこんなことが書いてあった。お姉ちゃんばっかりずるい、お母さんはお姉ちゃんばっかり、私はいなくてもいい子なんだね、いなくなっちゃおうかな、お姉ちゃんのせいで学校でも友達がいない、雅子ちゃんだけが友達、お姉ちゃんのせい、お姉ちゃんのせい、お姉ちゃんなんて病気で早く死んじゃえばいい、早く死んじゃえバカひろみ。その紙の間にもう一つ紙が入っていた。白い紙を人型に切り、顔にひろみ、体中に赤いペンで死ね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 、そう書かれていたそうなんです。思わず悲鳴を上げた雅子さんにびっくりしたお母さんが来てそれを見たそうなんですよね。お母さんの目に涙があふれてこう言ったそうなんです。高代ちゃんは寂しかったんだね、お母さんは病気のお姉さんにかかりっきりで、あんたはいいことしたんだよ、寂しかった高代ちゃんと遊んであげて仲良くしたんだからさ。その手紙は高代ちゃんのお母さんには辛いものだろうから内緒にすることと、お母さんも雅子さんもこの手紙を燃やして忘れようということになったそうなんです。そして見たくもなくなったそのゲームソフトをしまい、何年も経った去年、雅子さんは大学に通うため一人暮らしをすることになったそうなんです。部屋を片付けて荷造りをしているとあのゲームソフトが出てきたそうなんです。あんなことがあったなぁなんて思い出し、処分する前に高代ちゃんを思い出そう、そう思いゲームソフトを見始めたそうなんです。懐かしいなぁなんて思いながらいろいろ見ていると、あの時開けなかった遊んだことのないもう一つのソフトが目についたそうなんです。何気なく手に取り開けてみた。白い四つ折りの紙が出てきた。
デジャブのような感覚に陥り、雅子さんは紙を開いてみた。そこにはこう書かれていたそうです。最近雅子のやつが私に冷たくなった。雅子だけが私の友達だと思っていたのに、雅子とはずっと友達だと思っていたのに、どうしたらまた雅子と友達になれるだろう。今度出る新しいゲームソフトを買ったらまた遊んでくれるかな。それにしても雅子のやつムカつく。他の子と仲良くしてんじゃねえよ。あいつもお母さんと同じ。私がいなくてもいいんだ。悲しい。と書かれていたそうなんですよね。そして折りたたんだ人型に切り抜いた紙も出てきたそうなんです。恐る恐る開いてみると、顔のところに雅子、体のところには二十歳の誕生日に死ね、そう書かれていたそうなんですよね。雅子さん、来月二十歳になるそうなんです。不思議な話ってあるもんですね。 BB 五郎チャンネル、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そしていいねよろしくお願いいたします。